マノッチです。外国人オールスターやっていきましょ。今日で交流戦終わりだね。はい、昨日の動画撮った後からね、まあ連勝はしてはいるし、6月の調子はいいんだけど、5月がねダメなのよ。で数えたら8勝7敗2分けでここまで来てるんですけども、まあ優勝ないでしょうね。まあ一応、試合終わってから、交流戦の結果見ましょう。はい、コメント読んでいきます。柳田と山川がパチンコ店の景品交換所にいるのを激写され X に広まってますが、プライベートぐらいそっとしといてやれるって思いますね。盗撮してるのと変わらないと思います。別にいいべな、パチンコぐらいね。まあしっかり練習して球の息抜きにパチンコ、全然いいと思うんだけどね。自分はドカベンに中学編があることを知らなかったので、まのちのドカベン日記楽しみにしてます。いつ自分の知ってるお話が出てくるか楽しみ。動画中に喋りま、あ、じゃあ試合中に喋りましょうか。すげえ喋りたいこと1個あんねん。マクガフかスパカーザ。マノッチって漫画読むとき何のサイトで読んでます？全部紙で買ってます。いろんなサイト使うかな。購入はしないけど結構気に入ってみ使ってるのはジャンププラス。あの読み切り見れるから、うん、とかかな。で紙で買うこともあるけど基本売っちゃう。で紙で買って残しているものは初めの一歩だけかな。マノチさんは家事をするって言ってましたけど料理とかできるんですか？できますよ。今年化ける選手予想してください。求めてる答えかわからんけども、伊藤大海選手、まあもうそこそこいいじゃんみたいなラインの名前になっちゃうと思うんだよね、伊藤大海選手って。なんか本当にエース級になるような、まあ、期待も含めね、なんか予想としてはある。概要欄チャーハンについて書いてましたけど、冷凍派それとも自分で作りたい人ですか？あと作るとき絶対入れるみたいな調味料あります？どっち派、冷凍派とか自分で、どっちでもいいんだけど、こだわりは持たないかな。なんかその時あるものを適当にバッて入れて、で調味料とかもその時の気分で、もう男のチャーハン、雑なチャーハンっていうのが好き。スアレスにスクイズさせる場面、次の回から変えるつもりだったのになぜ代打出さなかったんだろう。俺も聞きたい。俺その時の例に俺も聞きたい。何も考えてなかったんじゃないか。チェルシーが3月で販売終了だそうです。マノチさん、これが販売終了したら嫌だって思う食べ物ありますか？てかまずチェルシー結構ショックだな。あの舌触りいいじゃん。で俺ヨーグルトスカッチが好きだったんでね、結構ショックだな。販売終了したら嫌だって思う食べ物、あのトップバリューのビッグサイズのポテチ。ビクボ、多分現ホークス一軍監督の小久保さんです。まあビクボの久保の部分はわかるけど、ビはどっから来てるんだろう。初めて聞いた、このあだ名っていうのかい。初めて聞いたな。よしやっていきますか。そう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 、怪我人がね続出してんの。キャッチャー一人しかいないんさ。はい、8日間ね。でアルカンタラ君、もうこれはもう試合出れないレベルの怪我だった。だからもう今レビーラ君にかかってるから。これ交流戦終わりって何日休めんだっけ。あ、そこそこ休めるな。で3連戦あった後に、まあちょこちょこ休み入ると、なんとか大丈夫だね、レベラ君一人で。今日、ロドリゲス君いくよ。まあ、この絶望的な守備力ね。
DH だな DH だな。まあこんな感じかな。あ、今日左か。あ、じゃあいいんじゃない、左ミートめっちゃ高いでしょ、いいもある、これでいこう。あ、ちょっと待って、オスナ選手入れときたいね。ロドリゲスくんどんどん打順下がっていくよ、うん、こんな感じで。で先発がガントくん、ガント選手多分出てないと思うんだよな動画の中でな。はい、未出演選手な多分ほとんどいないと思う。先発枠で数人残ってはいるだろうけど、積極の三振狙いかな。よろしくお願いします。はい、小宮さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんです。ブレイボー打ちました、ヒットになった。販売終了とかになったら困る食べ物でさ、数年前に三幸製菓が工場の火事で生産、ちょっと誰っけ、あ、オスナ君か、ロドリゲス君にしてたと思った。速攻出ねえか。頑張れないの？あ、頑張れるんだ一応頑張るはするんだ。はい、変えますよ。怪我人続出だよ。さあファイターズ先制のピンチです。やはり先制点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。うん、そうですよね。あの三幸製菓の商品がなくなったんだよ、あの生産できないっていうので一時期ね。あ、三幸製菓、あの雪の宿とかかな、一番ヒット商品なんなんだろうね。まあやはり先制雪の宿かな。ですからしっかり集中したいですよね。なるほど、アウトコース打ちました。で俺三幸製菓のねせんべい好きでさ、カレー製もそうじゃなかったかな、三幸製菓かな。そん時はちょっと寂しかったな、今も復活してくれたけど。ナバッチじゃないな、ナバッチ。いやーまあしゃあないな、スリーベース見たかったけど。バッターボックスにはバレラが入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。いいね、ナバチだ。ホームに送球、いやもうこのまま行こう、もう小技は使わん。打ちました、これはどうだ、ナバチ。いいね、このまま行く、どんどん行くよ。何点当たっていいんだよ、うち何点取れるか分かんないんだよ。レビーラ君がなマスクかぶった時結構守備いいんだよな。4枚前にボールを飛ばせません。さあそして打席にはキブレハンが入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおも打ちました。ゲッツー、あ、なんないね。一塁送球、アウト、ツーアウト、これは進塁打になりました。打席には6番バッターロドリゲス。ファイターズこの回1点を入れています。さあさすが左ミートいいだ。返すことができませんでした。じゃあドカベの話でもする。あの13巻まで読んだのかな、12か13、あの甲子園に行ったとこまでは見たんだけど、まだ甲子園で1試合もしてないんだけど、あの四国の土佐の牙だったかな、四国の牙だったかなっていう、なんか通り名のやつと、まあ出会うというか、まあ出てきたんだけどさ、あのそいつのチームやべえなと思って、
あの土佐犬ずっと連れてんだけど、あの甲子園あの宿舎に、まあ、お泊まりとかするじゃない。でその時に、砂浜で夜な夜な練習をするんだけど、そのチーム練習ね、ベースを砂浜にポンって置くのよ。でおそらく盗塁の練習であろうと思うんだけども、チームメイトがそこに向かって走るわけよ。あ、入る、ファールか。ナイスホームラン、素晴らしい。でそのベースのところに土佐犬を設置しとくんだよね。でチームメイトがそのベースに向かってバーッて走っていくじゃん。でスライディングするじゃない、土佐犬に噛みつかれるんだよ。そしたらその土佐の牙、多分キャプテンだと思うんだけど、その牙にめっちゃ怒られるの。おめえ何してんだと、お前が死んだって痛くも痒くもないんだぞみたいなことすごい言われるっていう練習を見た昨日。ハードだなと思った。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。打ち上げてしまったこの打球はフライになっています。あと里中君いいですな、ないピッチでしたな、あの甲子園予選ワンアウトを取っています。決勝でパーフェクト、素晴らしかったね。打順は1番に帰ります。バッター大島、もうあの試合に関しては俺もうちょいいわきを評価してもいいと思ってる。ここは変化球中心、よし変化球空振り、スリーアウト、調子いいですね。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。積極バッターボックスには3番オースティン、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。引っ張ったサードが取る、アウト、ワンアウトです。それ予定でしかないから何とも言えないけど、多分近々ちょっと実写動画1本か2本アップするわ、俺のめんどくさい病が発動しなければね。うん、一応昨日張り切ってカメラは充電しといたから。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。はい、なんか久々あれだな、なんか4回に先発ピッチャーを安心して突っ込めるな。さあここは変化球で空振りを取ります。なんか6回ぐらい投げてほしいね。7は無理かな。2球目打ちました。バッターは今日 DH に入っている石川。なんかこうあんまりうちの先発が先発らしい仕事をするってことがないじゃない。まあもうキャッチャーの適性が低いからさ、スタミナの減りが早いとかっていうんで、まあ仕方ない理由はあるんだけど、打ちました、これはどうか、取った、できそうならしてもらいたいね。一塁アウト、スリーアウトです。まあ6回か、ドラゴンズ得点には6回投げてほしいな。日本ハムファイターズどうぜ。1回裏の攻撃になります。バッターは今日ここで打てんかったら多分この先出ることないぞ。先引っ張ったレフト掴んでワンアウト、7番バッターガルビス。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。うん、しゃあない。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。あのさ、ちょコメントで読まなかったんだけど、今度エスコンに来ると言ってた方、何これわかんない、長打狙いでいい。北海道に来たらちょっとぜひ食べてもらいたいものがあって、まあ、わざわざコンビニに、あ、じゃない、北海道来てコンビニっていうのは嫌かもしれないけど、コンビニなんだけど、セイコーマート、まあ、名前ぐらいも聞いたことあると思うんだ、セイコーマートって、まあ、そういうコンビニがあるんだけど、そこの唐揚げとチャーハンの弁当を食べてみてほしいの。さあファイターズ、そのチャーハンがねとにかくうめえから、まあこういう要所を締めていくのが大事になってきますからね。打ちました、打球はライトへ。まあね、せっかく札幌来て、札幌らしい外食とかさ、2球目打ちました、この辺りはどうか。まあ、なんだ、北海道ではジンギスカンとか、まあ海鮮とかさ、いろいろあるとは思うんだけども、1点、チャンスがあれば、機会があれば、気が向けば、点差が縮まります。相手に流れを渡さないようにするためにも、まず紅茶券だな。
まあ、ちょコンビニぐらい寄ることあると思うんだよね、飲み物買ったりとかで。空振り、ここはランナーを返させません。ランナーが2塁と3塁では全然違いますからね、せめて右方向に転がさないと。はい、ここが勝負だ、ちょっと取っとこうかな。うちのボール打った、これは面白い当たりになった。掴んで5回で変えるか、反撃はここまで。変えるか。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。はい、これから5回の裏、日本ハムファイターズ打順よく1番から始まります。バッターはオランコ。いいですな。あ、ダメか。このフライはヒットになりそうだ。打順は2番バレラ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。いいよ。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。さあ、はい、高めのボール、左中間へ打球伸びる。ビシエド君あれだね、左ミート E、 あーと C だよね。打席には5番バッタービシエド、バーサス行く。先ほどの打席はファーストゴロに倒れて、はい、初球は来たんじゃない。インサイド落ちました。はい、ね、バッチ。演技はフェア、フェアです。いやー、けど帰れないな、無理だな。バッターランナーは2塁まで進みました。さあファイターズ、ここは4択の指示を跳ねています。まあ、このくらいの回での追加点は終盤に引いてきますからね。なるほど、そうですね。ハマったわ、ハマったけど。どのような攻防を見せてくるのか。外れてフォアボール、これで2アウト満塁、点差を開いていけるんでしょうか。打順は6番。いや、やるしかないでしょ、もうやるしかないでしょ。さあファイターズ追加点のチャンスを迎えています。打てないけどもうずっと2軍だよ、能力的に。お任せがあれば一番いいよ。あ、ごめん。いやー、わかる。打てないんだよな、ああいう緩い球ってな。わかるぞ。配球表をご覧いただいて、回は6回の表、替えですな。バッターボックスには2番岡林。全然前回ぐらいのコメントで、はい、さあどういうリードになるんでしょうか。7回から順にモイネロ、オスナ、マルティネスっていう順を見たいっていうコメントあったな、確かな。丁寧なピッチングを心がけてもらいたいですね。ファイターズここでピッチャーが変わります。マクガフガス爆発言いにくいよな、マクガフ選手な。引っ張った、詰まりながらもライトへ。ここはフライになっています。なんでだろうな、マクガフ。3番バッター阿部、破裂音1個しか入ってないんだけどな、なんかすげえ言いにくいな。前の打席は打ち取りましたけど、打ちました。さあどうだ、ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。しっかり打ったバッターセカンド待って3塁に向かう。しっかり落ちている。阿部、ヒットが出ます。危ない危ない。ワンアウトランナー三塁です。これなんだ、わかんねえ。ここが勝負だの可能性すっげえあるよな。ぶつけたいな。外野フライまでなら許されるんだけど。よしよしよし、ぶつけた。ここは厳しめのストレートで勝負して、あ、いや、オッケーオッケーオッケー。いいね。この打球はフライになっています。ツーアウトランナー三塁とかあります。ちょっとね、バーサスちょっと怖いんだよな。なんかこの企画中のバーサス本当にやられるから。よし、空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。しっかりと低めに決めてきましたよね。6回の裏、7番から始まるファイターズの攻撃、ガルビスがバッターボックスに入ります。三振になります。ワンアウトです。打席には8番バッターレビーラ。ファイター、レビーラ君よくやってるよ、マジで。キャッチャーとしてマジ素晴らしいよ。2アウトになっています。ご覧いただきましょう、最後は。いいな、119球も投げれて。三振です。
スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。うち多分80球とかも投げれんよな。で、モイネル君か。里崎さん、まあリードはしていますが慎重に行きたいイニングですよね。まあそうですよね。はい、いいですな、素晴らしいですな。しかしこれは外野追いつきそうだ。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは7番ブライト。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。そういえば、あの居酒屋のさ、円って知ってる？炎って書いて円。見逃して三振になります。これって北海道だけなのかな、チェーン店なんだけど、そこの生つくねめっちゃうまいよ。バッターはオランコ。はい、まあ居酒屋さんで、まあつくねが売りなのかな。その生つくねが、まあ結構なボリュームというかでかさというかあって、1本100円とかなのさ。まあ、その塩とタレがあって、まあそれが100円って感じで、まあそこになんかこうおろしポン酢とかチーズとか、まあそういうのがかかると、こうまあ20円とか30円とかプラスされていくような感じなんだけど、まあ基本のやつが100円なんだけど、その塩がとにかくうまいんだよな。バサース。あ、紅茶券か。次が3球目。空振り三振、うん、前にボールを飛ばせません。攻めきれませんでした。ほい、ゲームは8回に入ります。バッターボックスには9番強打、ファイターズ。意外と得能ねんだな、オスナ君でな。流しました、これはどうだ。今思ったけど初じゃねえ、動画出んの。そんなことない、そんなことねえかな。エンドランってどれだ、多分エンドランなんだ。ボール先行かな、有利なの。通りか、普通に通りか。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する。あ、はい、ここで盗塁を許してしまいました。まあ、バーサスは来るでしょう。バーサス2来るんだよな。ここで、いや、これ気をつけないとな。向こうミート C あるから、2人並んでっから当たりやすいぞ。痛いですよね。よし、このピンチ空振り三振に切って取りました。まず一つアウトを取りました。で、そうね、次もなんとかここのバーサスもかわして、アウトカウントが一つ増えましたが、まだで、マスターに紅茶券か。よし、ここは投げ勝ちました。まあここはで、紅茶券で確実に乗り切る。はい、三振で。ここで乗り切ってくれよ。よし、低めのボール打っていった、高く上がった、掴んでスリーアウト。あと1イニングか。は許しませんでした。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ロドリゲス君ラストチャンスだよ。打順は5番キムレハン。前の打席ではフォアボールを選んでいます。打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターボックスには指名打者のロドリゲス。今日はまだ当たりがありません。ここもね、お疲れ。空振り三振、2アウトになります。全部三振か。バッターボックス、あ、そんなことない。先ほどなんか三振しか見てない気がする。空振り三振に倒れています。なんか ゴロとかフライとかやったっけ。打ち上げています。三つ股が掴んで3アウトです。この回ファイターズ3。さあラスト。こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。さあ、ファイターズ。まず何を投げてくるか。インサイド、高い打球レフトへ。ピッチャーのさ、あのインナーのシャツが七分袖ってかっこいいよな。
好きな。ワンアウトランナーありません。さあ守護神引っ張った。これはファーストライナー。バッターボックスには6番福田。フォアボールいらんよ。先ほどの打席はライトフライに倒れています。こうなると怖えんだよな。一発浴びたら同点だもんね。あとワンアウトとなりました。そうですね。まあ変えようか。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。次誰？キノタク？3試合連続安打。2アウトランナー2塁1塁。嫌だね。すっごい嫌だね。どうしよう。三振狙いかな。とにかくパワーがちょっとでもある選手が今すごい嫌だな。うちのボール打った。大丈夫。ぐんぐん伸びる。しかしこれは外野追いつきそうだ。えい。まあ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 良かったんじゃないですか全体的に。あーレフトフライがあんのか。いいですな。楽天が優勝。うち何位ぐらいかな。勝率5割ぐらいでしょ。なんか何やかんや5位ぐらいに入ってそうじゃない。4位。まあ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 交流戦スタートね、思いっきりしながらつまずいてたから、うん、ここね思いっきりつまずいてるから、それを考えたらまあよく巻き返したんじゃないかなと。はい、次はオールスター系取ろうか。ソフトバンク取りたいな、とりあえずな。オールスター系の、あすぐあるじゃん、ここ取ろっか。はい、うんでは、終わり、さよなら。妄想症か。